しょう。ナイソン、うん、ナイソンです。めっちゃ上げてる。今ドロー打ってないですよね。打ってないですね。やっぱりこういうところは持ち球変えるんですか。いや、まあかかればいいなって。まあでもあんま強くなりすぎないようにみたいな、はい、いや私ね、よくこのホールで、はい、ドローヒッターが強かった時にイメージが分かんなさすぎて必ずあの左の駅に入れる。あ、そうです。左の駅絶対ダメなんです、ね、そう。で、ヒッターの右でいい。あんま狙えるようなアプローチじゃないです、うん、ピンは。じゃあもう完全にもうピンは狙わないで。そうですね、もう右の端でもいいぐらいな、うん、バンカーの左端からちょっと行くぐらい。バンカーの左端ぐらい行くんだ、イメージ、うん。まあ右は消してますけどね。なるほどね、うん、やっぱ打ち下ろしなんで触れるじゃないですか、うん、そうガーッといっちゃうんですよ、うんうん、ちょっとネック当たったでも大丈夫。いいじゃないいいよ、ナイスオン。ナイスパー。良い良い。ナイス寄せは。打ち出す方向。気をつけないけ。あ、本当だ。やばい。本当に木に当たったりすぐしちゃう。本当ですか。面白いですね。今でも言われなかったら多分私一回落ちてたかも。これは極寒の池ぽちゃん。最悪。残り2ホール。そうで、今からクラブセッティングをね、はい、プロの聞いていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。ちょっとその前に、うん、プロこういうミスが続いた時にはどうやって気持ち切り替えてきますか。でも結構自分は引きずるタイプなんですよね。そうなの。引きずるっていうか、全然そんな風に見えない。でも考えても一緒なんで、うんうん、次の一打に頑張ります。はい、私はチョコレートを食べます。チョコレート食べたりすることもあります。へえ。でそれでちょっと気持ち切り替えて、はい、今使ってるドライバーちょっと聞いていきたいと思います。ユネックス、はい、E ゾーンの GT、うん、E ゾーンの GT、フレックスは何ですか。シャフトという、まあ、ヘッドが効くかな。じゃあヘッドの、うん、その角度9度9度であの高さ。すごい。すごいね。9度なんだ。最近のクラブはすごいです。すごい。でシャフトは何使ってますか。S とかですかね。 S 何のシャフトなんですかね。ヨネックスです。あ、これもヨネックスなんだ、うん、ね、おお、S。重さは何グラムとかなんですか。50グラム。S。重ための。重ためですね。このヨネックスのクラブの良さはどういったところですか。構えやすいとか。構えやすいのと、あと座りがいいのと、うんうん、あとカーボンヘッドなんで、うんうん、当たった感じが結構好きです。打感。打感が好きです。あとよく見たらなんかこの柄が。ほんのり入ってる。あ、本当だ。なんか鱗みたいな、うん、チェックみたいな鱗みたいになってる。これがいいんですか。あの光によって変わるんで。飛びはどうですか。飛びの飛びも初速というか、去年よりフェアウェイキープ率が高くなったんで。おお、すごい。曲がりも抑えられて、うん、平均的に良くなりました。すごい。なんか聞いてるとね、音がいいなってすごい感じ。音がいいよね。ヨネックスといえば石川遼君が使ってたよね。まあ、うん。
ナイス。ナイスショー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 。ど真ん中。いい音。真ん中。カーボンヘッドって何か違いあるんですか？やっぱり打感が違う。どう変わったんですか、前と。前より、うん、なんて言うんですかね、気持ちいいですね。気持ちいいフィーリングだ。へー、そうなんだ。クラブによって当たった時の感触ってなんか全然なんか飛んでる感じがします、うん、なんかでも本当重たい感じ、ボーンって感じ、うん、カキーンとかさ、パコーンとかじゃないからさ、そう、なんか前にこう重く風にも負けずに、うん、いってる感じ、うん、ドーンって飛んでってる。今使ってるあの E ゾーン、 E ゾーンはなんかタイプ的にはなんかこうヘッドによってはちょっとドロー気味に出せる。ああ、そうです、なんかカチカチがついてる、うん、ああ、じゃあ角度を変えられる、はい、角度変えられます。すごい、ちょっとなんかちょっと振り切れてない感じがする。うん、ナイスナイス、よいしょ。ユーティリティはどういった？ユーティリティも E ゾーン、 E ゾーンで、これが今 U5 ですね。でシャフトが、シャフトがお、かっこいい、かっこいい、うん、男前。カイザ、カイザ固めですか？ S とか。そうですね、多分、うん、そんな柔らかくはないと。ユーティリティのこのクラブの良さってどういったとこありますか？ロングアイアンを結構カバーしてくれるので、うん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 、5番アイアンをユーティリティにした方が、まあ、弾道も高いし、うん、拾いやすいです、球を拾いやすい、はい、座りもいい。座りもおー、いったー、うん、ナイスオン。ナイスオン。ナイスオンです。プロはユーティリティは好きですか？助かりますよ。アイアン、やっぱロングアイアンだとやっぱロフトが立つんで絶対難しいし、フェアウェイウッドだともうやっぱスプーンっていうウッドっていうイメージになるんで、やっぱその分なんかこうブレるかなっていう、なんかそれのちょうど間なので、普通にスイングすればすごい助けてくれると思います。やっぱじゃあ使った方がいいですね。使った方がいいです、うん、絶対おすすめだと思います。おすすめ。あお、おおお、大丈夫よ、大丈夫、入るな、入らない。うげーよ、ちょっと右一回右打った。どうでもないけどね、スタンスは。どう今日、うん、ちょっと寒いね。寒いね、うん、やっぱこう寒い時は難しいね、ゴルフは。ちょっと寒いな。プロ冬はゴルフするんですか？うん、ほとんどしないです。あ、そうなんだ。練習とかトレーニングしますね。クラブはあんま振らないんですか？クラブはそうですね、うん、あんまり振らないですけど、うん、まあでも素振りとか、部屋の中で、室内でできる、うん、あんま練習場もそんなに行かないですね。行かないんだ、はい、あったかいところに行って練習するとか、はい、こういうのちょっと開いた方がいい。いやー、開いて、はい、あ、でも OKOKOK、 大丈夫？待てー、待ります OK、 はい、OK、 ポップしたー、ポップしたね。こっちが上がってるんで結構顔が上がりやすい、だからさ、確かに今なんかいつもより見るの早かった気がする。いや、うん、いや、パパって見た、ね、不安そうだった。気になっちゃう。まあでも止まってるから、止まってます、開いてる分、うん、うん、優しい。てか切れる。結構持ってかれたね。下りを意識しすぎ
イス。しっかりだね。ショートパットが本当うまいね。ショートパット。ボールの回転がすごく綺麗ですよね。うん、綺麗にこう順回転して。遠くから見ても分かる。そういうのを意識してることあるんですか？してます。やっぱり芯に当てること。さあ最後ですよ。最後です。パー5です。はい。でも大丈夫大丈夫。ありがとうございます。大丈夫大丈夫。こちらはフェアウェイウッドを、はい、これ何ですか？ハンバスプーンですね。スプーンですね。綺麗。スプーンもなんかおイーゾン？イーゾン。イーゾン。これはあのドライバーと同じ流れで。ちょっと待って。何何？めっちゃもう。同じところしか当たってない今なんで？ちょっと待ってすごい。しかも斜めなんか入ってる。そう、なんで水が斜めで、珍しい。あの雨の日とかラフから打っても、はい、ピン？まあスピン量もそうです、はい、平均的に何ですか？曲がり？水はけ？水はけ？ああ、一番いい。なるほど。へえ。影響を受けにくい。へえ。ジャボジャボっていうフェアウェイウッド的に。へえ。すごい。すごい。ま、斜め本当だ。結構雨じゃなくても朝露とかもありますもんね。フェアウェイ。からでも結構。そうそう。そうですね、なんか。へえ。少ない。それもフレ。やっぱカーボンなんで、飛ばしたい時に飛ばせるし、中もいいんで。もうスプーンでだいたい平均距離どのくらい？210から15ぐらい。おお。ドライバーより高い。はい、すごいね、その斜め溝の効果。アイアンはなんか特徴はあるんですか？アイアンはなんかここに、うん、もうアイアンもちょっともう大体同じところに当たってるんですけど、ここほら本当だ、ここなんだね。そう、はあ、はい、打感と、飛びの安定がいいです。シャットはこれはこれも S ぐらいなんですか？そうです。あれ、うん、あれでカーボンです。カーボンだね。うん、スチール。スチールじゃない。うん、スチールじゃないの。はい、珍しい。カーボン、なんでなんで。柔らかい。柔らかいっていうか、いろいろ調整しやすいし、うん、なんならスチールより性能がいい。最近やっぱカーボンがやっぱ結構進化してきてる。え、これもヨネックスのカーボンシャフトなんですか？そうです。へえ。でカーボンはヨネックスさんにして初めて売ってるんですか？いや、その前の時、前の、まあ、前からってからずっとカーボン。カーボンなんだ。もうスチールよりやっぱ全然いい。そうですね。やっぱカーボン使い出したらもうなんかスチール使えないですね。ああ、私も絶対無理。なんか棒にしか感じないスチール。ね、結構女の人からするとすごいきついかも。きつい。なんかいろいろ体に影響するって。うん、あとやっぱスイングタイプにもよるんですけど、自分は結構リズムで打つ、はい、タイミングで打つ派なので、カーボンの方がしなりが使えて、はい、びっくりした。今こんだけ回ってきて9ホール目で気づくっていう、私もどうかと思うけどねそう、気づいてなかった。気づいた。あ、そうでも最近カーボン使ってる方も多いですよね、女子プロの方。2オン狙い。ああ、いいんじゃないですか、これは。おー、ね、ほぼほぼ乗ったみたいな。ナイスです。乗ったみたいなもんです、これは。はい。
まっすぐ綺麗に、うんうん、結構、はい、本当にあの、うん、E ゾーンのフェラレルトはすごい信頼できます、はい、本当にあの曲がらないので打感もいいし、だから自分はウッドは1本しか入れてないんですよね。あ、そうなんだ。あのスプーンの下がユーティリティ。そうなんだ。5番とか入れてない。入れてないんで、結構スプーン活躍してます、はい、すごい。距離を自分で調整したりとか、はい、ショートホールでちょっと U3 じゃ届かないときはスプーンでちょっとコントロールしたりとかして。今スプーンで210ですぐらい、はい、190とかになるとだから U3 で頑張るか、はい、スプーンで弱くとか。でも風とかもやっぱあるんで、うん、あとピン位置とか、はい、イメージとか。なるほど、はい、うまく本当。でも珍しいですよね、スプーンだけ入れる。そうですね、はい。ラフの分やな。あのバンカーはちょっとピンチかもね。イアンポーズしてたよ。イアンポーズしてたよ。ライフの分ね、ちょっとね、そうヘッドがねテランって帰っちゃったね。帰っちゃったね。まあまあまあ、寒いから。そうです。ナイストライ。次ウェッジになりますが、はい、これもヨネックスのウェッジですか。いや、本間なんです。おお、ここに来て本間が来た。これの良さはどういったところになるんですか。もうこれも本当に自分の体の一部みたいになってるんで、長くじゃあやっぱりショートゲームってすごい大事だと思うんで、はい、感覚とその感覚に対してそのボールをの飛び方もすごいイメージ通りで、うんうん、手放せないですね。手放せない体の一部。ジャッパターと同様で長く使ってる。長く使ってます。プロになってからずっとこれです。ずっと、はい。ウェッジはちなみに何本入れてるんですか。3本です。3本。58、57、40、47、50、57。また聞いたことない度数だね。使ってたら使ってて、自分も58とかその8だと思ってたんですけど、測ってみたら7だったっていう。なるほど。それだけです。ナイス。こうもう冬になって芝薄くなってきたじゃないですか、ね、こういう時に気を、うん、アプローチで気をつけることって何ですかね。まあ、やっぱりちょっと右に置いボールを比較的にちょっと右に置いてハンドファーストにして、うんうん、まあダイレクトにきちんと当たるようにした方がいいですね。あ、ちょっと左に置いたりとかするとやっぱりこうバウンスから入ってしまうんで、うん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 、ここから入ると手前からダブることになるんで、チョロしたりトップしたり、それを避けるために少し右に置いて、コツっていった。コツってダイレクトに。はい。なるほど。おお。でもなんかあの距離感はいい感じですよ。うん。早いね。早いね。ナイス。ナイスイン。ナイスバーディー。はーい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、前半振り返ってみて。いやー、寒かったです。ハマった今。2人じゃ、いやーってハマった。いやー、寒かったね。寒かったね。ちょっと。なんか朝から温度が上がらないですね。確かに。ショートパット、ショートパット結構好きですね。うん、すごい。なんかあんま余裕なくこう、うん、綺麗な回転で転がっています。すごい、なんか自信を持って打ててる感じがすごい。ね、多分好きな分自信持って打ててる感じ。得意クラブパターですよね。うん、ね、すごい。こんな感じです。やっぱすごい感じは。うんうんうん。
平均パット数もすごい少ないの、ね、確か、あのデータ見てたら、そう、一番ランキングはいいですね。ね、そうだよね。すごい。パター練習のちょっとなんかやり方を教えてもらいたいな。そうだね。じゃあ後半ちょっとパター、考えてみましょう。ショートゲームね。はい。聞いていきましょう。お願いします。です。上から順番に、はい、何本入ってるかあのやっていきたくていいですか。はい。はい、上からドライバー。ドライバースプーン。はい。U3。U3。U4。U5。6。6番アイアン。6番アイアン。7、8、9。P4、7、5、0、5、7。これはちょっと次第に。ああ。練習用。練習用にね今入ってるやつの14本ですね。で、パターがオデッセ。はい。はい。以上です。ありがとうございます。後半もお願いします。いただきます。いただいてください。じゃあちょっと最初スープにしようかな。そうだね、冷えてるからね。冷えてるから。いただきます。卵スープ。うまい。うまい。固まる。めっちゃ美味しい。メインの麻婆豆腐。辛いかな。私は辛いの大好きなんで、うん、猫舌のくせに。そう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 。でも辛い猫舌のくせに辛いの好きなんだ。でもなんか辛いのは、うん、その辛いと痛いって同じ神経らしくて、へ、痛いのが大丈夫な人は辛いのもいけるらしい。じゃあ行ってみよう。はい。ああ、めっちゃうまい。めっちゃうま、うん、じゃあ後半頑張れるね。あ、美味しい。結構山椒が効いてる感じ。美味しいです。ちょっとピリッとしてめっちゃ好き。美味しい。はい。